義文は絆付きによる日本の漫画。シェリプラスにて2013年春号より連載中。ロックバンドのメンバーたちを中心とする青春群像劇を描いたボーイズラブ作品。メディアミックスとして2016年よりドラマ CD が発売され、2019年にテレビアニメ化、2020年にアニメ映画化された。2021年7月から、 動画配信サービス、FOD で実写ドラマを配信。高校生にして優れたギターの腕前を持つ上の山田千夏は、高校で佐藤真冬が持っていたギターの弦を張り替えたことがきっかけで、真冬からギターを教えてもらうように頼まれる。初めは渋っていた上の山だったが、真冬の天才的な歌声を耳にしたことで考えを、翻し、中山春樹や梶明彦と共に組んでいた。 インストバンドに真冬を引き込む。初ライブを目指して動き出したバンドだったが、上野山は、真冬が中学生時代に交際相手を自殺で失い、その相手を引きずっていることに嫉妬を覚え、真冬に対する行為を自覚する。一方、作詞を任された真冬は彼氏が自殺した原因が、自分の放った言葉にあるとする思いから、死を書き出すことに抵抗を感じる。 そして迎えたライブ本番で、真冬は自分の気持ちに正直になり、歌詞を即興で歌い上げたことでライブは、盛況のうちに成功する。ライブ後、上野山と真冬は互いに対する行為を認識し、晴れて二人は交際を開始する。ライブ後、上野山たちはバンド名を義分とし、大型ロックフェスへの参加を目標に据えて、バンドに打ち込む。音楽活動と、 並行して、上野山と真冬が中を深めていく一方、春樹と秋彦の関係も、秋彦の元彼である、村田月を巻き込んで大きく変化を迎える。担当声優は、ドラマ CD 版、テレビアニメ版の順に記載。一人しか記載がない場合は、アニメ版のキャストとする。ダイスエンターテインメントのレーベル、クラウンワークスより発売。2019年7月から9月まで、フジテレビ、 のイタみな枠にて放送された。のイタみな枠としては、初のボーイズラブ作品となる。作詞、作曲、編曲、バンドサウンドディレクションは、センチミリメンタルが担当。劇中バンド、ギブ分は、原作者の絆付きがプロデュースし、佐藤真冬役の矢の進む我がボーカルを務める。インターネットでは、最速放送終了後に、FOD にて、独占配信される。 映画疑分のタイトルで2020年8月22日に公開された。富士テレビによる BL アニメレーベルブルーリンクスの一作品であり、テレビアニメの続編となる。2021年7月17日から動画配信サービス FOD で配信開始。主演は鈴木ひとし。以降最新話が毎週土曜日の午前0時に配信。 映画、自分に関するカテゴリー、ありがとうございます。